おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷からです。えー、ちょっと今週は変わった攻め方なんでありますけど、えー、運というものを考えようということでありますね。はい、ま、英語で言うとラッキー。はい。ね。まずは本から始めたいとはもちろん思うんでありますが、これだけでは、あの、終わりませんので、あのー、 その私がこういろいろ見聞きした中での出来事ですねやっぱりほら運って皆さんすごくほら気になるじゃないですかなんかこう運が巡ってくるとかでやっぱりこうお祈りする時もなんとなく良き運を願ってしまいますよね、はい、そういうまあ一種バイオリズムみたいなもんなのかなうん、えー、この運というもの それをこう技術にできないだろうかと考えたところが、はい、私のちょっとこう思い上がったところかもしれませんがね。で、この気になる本を見つけました。運を考えていく上で、つたやにございまして、文庫売り場の本棚で見つけた運を支配するという。すごいですね。<ー>これは、幻統写真書。はい、で、筆者はと言いますと気になる方でございますな。ジャンキー。 マージャンの鬼と呼ばれる、機内の勝負師、桜井翔一さん。えー、この人の真弟子で、サイバーエージェントなる企業、えー、実業家でございますね。藤田進さん。サイバーエージェントはい。ああ。なんなのれサイバーエージェント。私もよくわからない。わかんないよな。ごめんなさい、ねまあ。IT 企業ですよ、ね。ああ、いわゆる IT の方なんだよね。えー、サイバーエージェントってこう、プ、えー、ロフィールに書いてあったんですけど、ね、ちょっと読み上げてみましたが、まあ、た、大変な、あの、今日本の企業のトップを、 走ってらっしゃる方ですよ。こういう異色の組み合わせで、この二人が、運というものをリアルに感じて、運とはいかなるものか、果たしてその運というのを技術にできるのか、ということで書き下ろした本が運を支配する、伝統者、新書から出ているこの一冊でございますね。で、これ名言集でございまして、二人が、こう、様々に運の側面を語り合ってるんでございますな。えー、まずは桜井市の 語りからご紹介しましょうかね。ページ33ページに書いてありました。負けの99%は自滅である。うん、これ、麻雀というそのゲームをやっておりましてもそうらしいですね。負けの99%は自滅である。このことは麻雀に限らずスポーツでもビジネスでも生き方でも、えー、人が加わるすべてのものに言える共通のこと。これは、 私もやっぱり思うところありますね。はい、事務所運営、事務所経営、芸能事務所をやっております。うん、大体やっぱり自滅ですな。<ー>事務所が必ず凹むのは金の取り合い。はい。この自滅バージョンが多いですね。で、なぜ自滅してしまうのか。それは勝ちを求める思考や行動のあり方にすでに自滅の要素が含まれているから。勝ちに 捕られるあまり何かかがおろそかになってしまう<う>この辺はね、ちょっとゆっくり読んでいきますね。はい、これはもう、あの、読んでしまうとスッと流れてしまいますけども、やっぱりなかなか含みのある言葉ですな。勝ちに捕らわれると何かがおろそかになってしまう。うん、えー、若い頃は意味わからなかったですが、もうなんか年取ってから最近ね、つくづく思うようになりましたが、あの歌は真理ですね。 ミソラヒバリさん、やわら勝つと思うな、思えば負けよ。ああ<ー>。あれは本当ね。<ー>本当なんか私も勝ちを急いだことがありますけど。はい。ろくなことはないね、本当にに。39ページ行ってみましょうか。人間の能力を100%引き出せるのは残念ながら夢や希望に燃えている時ではありません。ギクッとするね。 マージャンの鉄達人にこういうこと言われると。繰り返します。人間の能力を100%引き出せるのは残念ながら夢や希望に燃えていると、時ではありません。では、いつか。むしろ逆ですよ。危機一発の時です。うーん。よく、ピンチはチャンスなんて言いますけど、うん、そういうことですかね。そうですね。うん、これはやっぱり、私もそう思いますね。 でも若い人とか、うんまあ、若い頃は、うん、もは夢希望にこう満ちあふれてる時に、うん、自分で努力して前向きに、うん、そこにこう運が寄ってくるんだって信じてるじゃないですかうんうんうん信じてていいねそれはそれでいいんですよそれはそれでいいんです<ー>夢や夢や希望に燃えてることはもちろん絶対悪いことじゃないんですよはいそうですよね だから自分の人生で言うとこれうのぼれていってるわけじゃないですよあの自分で振り返ってみると、はい、やっぱり私にとっては大勝負を打ったのはやっぱり東京に出てくるというフォークス以外になるならないというそういうのもありましただから次に今度は映画界の門をくぐる時も幸せの黄色いンカチでいもうそれは本当にチャンスでしたけども、はい、これをなくせば元もともともなくなるだろうってことはどっかで思ってましたよね どこか危機意識あったよね。逃してなるもんかっていう。はい。だから、やっぱなんか俺、黄色い赤字の時でもそう思うんだけど、握力が尋常じゃなかったよね。握力なんかね、俺、ラッキーとかチャンスとか運とかっていうのは、なんかね、握力の問題のような気がして、お<ー>何秒間かつ、捕まっていられるかっていう。ええー。やっぱなんかあの時に、 よく、よく掴んでたよね。うん,うん。急ぎましょうか。はい、ページ66ページ。桜井氏の名言。チャンスと勝負どころはまるっきり違うよ。本当の勝負どころってうのはね、ピンチの中のピンチ。圧倒的に不利な状況の時に訪ずれる。はい。そうでしょうね。うん、ええー。とにかく、ひたすら、運というものを、 技術になるかかどうう考えてままいりましょうおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。運というものを考えてみようということで取り上げた、あ今週でございますですね。ジャンキー、マ、えージャンの鬼と呼ばれる桜井翔一氏と、それからサイバーエージェント実業家、藤田進さん。はい、この両者の対談といいますか、運に寄せる思い、知恵みたいなものを集めた、うん その断片を集めた本であります。運を支配する、伝統写新書。こっから、いい言葉をピックアップしております。えー、まあ、私、武田哲也の、こう、なんか、心になんとなく引っかかった言葉でありますな。例えば、ページ36ページ、桜井氏の言葉。例えば、勝つことは、限られた土俵の中での、相対的な一つの評価に過ぎない。本当の強さとは関係がない。 強さの答えが勝つことではないのだ。この世に答えはないのだ。答え、ないんですね。勝つことを答えだっていう人がいるけども、勝つことは、これ桜井氏がおっしゃる通り、やっぱ答えではないのかもしんない。うー例えば、勝つことは限られた土俵の中でのって、土俵っていう言葉が使ってありますけど、やっぱり、あの、お相撲を見てるとわかりますけど、 勝ち負けって際どい時あるよね。はい、特にあの、切ないのは、勇み足なんて、ん完璧に勝ってるんだけど、足だけが先に出ちゃったっていう。えー、うーん、なんか、そういう勝負の綾みたいなものの中で、うん、えー、強さと勝つことが同一ではないというのは、肝に,肝に銘じとくといいんじゃないかなと思いますな。はい、はい。えー、それから藤田氏は、 えー、面白いこと言っておりますが、邪念のない直感は正しく、迷ったら決断はしない。はい。邪念のない直感は正しく、迷ったら決断しない。やっぱなんかもうこの年になってそうです。はい。なんか、面白いっていう仕事をやっていきたいよね。はい、それからね、カナさん、これ、覚えてく。これ最近の、 夏場の自分を励まし続けた言葉です、これ。はい、耳が痛い桜井氏の一言。ページ120ページ。仕事に代償をつけるなよ。うん、雑用と仕事を軽んじる。この仕事は、雑用だな。なんつって軽んじて考えてしまう。と、藤田氏曰く、運から見放されるよ。うわ 雑用ってのは仕事の基礎であり現場のことなんだうん,うん雑用と軽んじた仕事から手を抜くことを覚えてしまうと必ず運は逃げていくこれはん、ね、か耳が痛いこれはねドキッとしますねちょっとやっぱねはっとしたね時々こういうのあんだよ、はい、私の私もあるんですよ <laughs> そういういのが こんなに一生懸命毎朝勉強していらっしゃる。そうそうそう。<laughs> いや、だそれは、いめる意味でもね <laughs> そういう意味で、そうじゃないでしょうって、あの、言う意味で、話題がない。うん、つまり、勉強してないってことが、どのくらい惨めなことか、思い知りなさいっていうね。<laughs> だからもう、やっぱり、コツコツやることを、覚えたんでございました <laughs>、はい、はい。それから、ページ133ページ、いきますよ。桜井氏、ぎっくりとする一言と書いておりますな。 努力にこだわると成長は止まる。あの、あれだよね。あの、分かりやすい例で言うと、よし、俺、1ヶ月で3キロ痩せよとかって思うじゃん。はい。そんで、汗を流して夏場歩いたりし、体重計に乗る。1グラムも減ってないんだよな。はい。その時にむっちゃ腹が立つんだよね。こういうことなんだよね。 努力にこだわると成長は止まる。んなんかね、取引しちゃいけないね、自分の努力を。はい、俺はこれだけやったんだから、これぐらいいいことがないと困るよ、みたいなこと言うと人間ってのはほんとよくない。見返りを求めちゃいけないんですね。そうなのよ。あの、私だってね、皆さんでこんな朝から嘆くわけじゃない。<laughs> 決してね、 決して私もね、うん、幸せに生きてるわけじゃないですよ。起こ、えー、されましたこう辛いことあるんですよ、皆さん。本当にね、あの、あね、快活に喋ってるからね、こいつ楽しい思いしてるとか思わないでください。<laughs> 暗、暗くなるときだってあるんですよ。奥さんからね、なんかね、汚いって罵られてね、<laughs> 俺ほら夏場ちょっと体で焼いちゃったなんかしてさ、今頃皮がむけたりなんかするじゃん、秋口に。 たら何の川何の川ってもうずっと川の話ばっかり <laughs> そんな時に限ってポロ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 また落ちるんだよなかいいからよ本当に <laughs> で奥さんから怒られて夜中によしはいいのにこっそりビール飲もうと思って冷蔵庫開けてそれそっと抜いて飲み始めた時にうわーって女の声 <laughs> ごめんごめんごめん,ごめんって謝ったらさ 冷蔵庫の声だったのよ。扉が開いていてます <laughs> <laughs> その声に向かって俺はごめんって謝ってたんだよね。うんその時に、ああ、自分は不幸なんだなと思ったんだけども、<laughs> でも、はい、な,なん、つうか、あの、深く人生を考えるようになったのは、やっぱり家庭で幸せでないから。<え>いやいや、本当に。<laughs> 本当に、これで家庭で幸せだったら俺もう何も考えない。 こうだから考えるね、やっぱ人間って。な。だから、取引しない。はい。自分が努力しているっていうことと、なんかこう、自分の成長とか自分の幸せとかが直結するという、うんそんな風に思ったらダメ。はい、えー、自分でこれ書いたんじゃないかな。えー、努力の分量を測り始めると、必ず己の努力を過大評価するようになる。<ー>その評価は、他者を見下すようになる。 この辺は努力との相関関係でございますな。運を逃がさないために覚えましょう。この技術。